ゃあこんにちは、ゆたかさん。はい、丸選手が、はい、レフトにコンバートということで、これ阿部監督がおっしゃっていたんですけれども、ちょっとびっくりしまして。コンバートなのかな。一応、まあ、いろんなポジションの外野手だったらやっといてくれっていう、はい、そういう意味合いを込めてのことじゃないかなって思うんだけど、固定で丸をレフトで使うかね。あの阿部監督がレフトでの起用を考えていますと改めてコンバートを明言、はい、でまあ、その意図についてはまずは競争してもらいたいというのが一番とした上で、レフトってなんか弱いイメージがあるんですけど、そこに、まあ、多分それは巨人のレフトっていうことだと思うんですけど、まあ、固定されてないということだよね。そうですよね、まあ、それと、まあ、ウォーカーが守ったりだとか、うん、まあ、秋広が守ったりだとか、はい、まあ、ちょっと守備の弱さっていうのもね、うん、まあ、確かに感じるよな。ですよね。でそこに経験豊富な人がいた方がより安心するなという考えもあってということなんですけど、ちなみにキャンプ3日目の時はそのレフトの守備位置には長野選手、丸選手、ウレーニャ選手、あと秋広選手も入った。で、まあ、秋広選手はファーストの練習もしてたんですけれども、ということで、まあ、一応競争だけど丸選手が一番今候補なのかなという。なるほど、ね、はい、これは。そうだな、丸選手っていうともともとセンターで、都合ライトに移ってっていうのもありましたけれども、ここに来てレフト、外国人をライトにしたいっていう、オドワ、うん、はい、かなっていう感じはするけどね。まあとりあえず取った外国人っていうのは使うじゃない、はい、まあよっぽどのことがない限りね、まあ、そうなったらどこがいいんだって聞けばライトって言えばさ、うん、まあ最初ね、慣れた、より慣れたライトで使ってあげたいっていうのは思うよね。まあ、やっぱ打ってもらわないと困るし、ただ必然的に丸がどこに行くか。センターではじゃあ、うん、だからもうセンターの外野手の評判がいいのはルーキーの佐々木と、うん、まあ、昨年の萩尾とか、はい、そうですね、まあ、梶谷とかもいるしね。そうですね、うん、まあ、松原っていうのもいるし、はい、だからどうなっていくかだよね。その丸選手っていうのは、はい、例えばその守備で肩とかそういうところっていうのは豊さんどういうふうに評価というか見てるんですか。いや普通にできる選手だよ、うん、取ってからも遅くないし、はい、いやだから今の野球って、まあ、今の野球ってまあ昔もそうだけども、センターライトっていうのは外野手の部分っていうのはすごく大事だからね、うんうん、だからイチローがライトにいる時点で、うん、ランナー一塁に出たとしたらライト前ではサードはいけないなとか、やっぱそういう説得力があったよね。だからまあそこまでの外国人なのか、オドワが肩が強いのかね、どうかちょっとまだ分からないけども、まあそういう兼ね合いで丸がレフトに行ったというね。そうなると秋広の出番がなくなる。そこなんですよね。秋広選手はね、去年原監督が大抜擢して主にやっぱりレフトで、その前はもともとファーストの守備なんかもやってましたもんね。まあ だ, うん、まあ、だけど、なんていうんだろうね、やっぱ奪い取らなきゃいけないから、うん、まあ、相当打たなきゃいけないし、うん、やっぱこう成長の場では一軍ではないからね。で特にジャイアンツなんか負けれない、もう今年なんか本当にもう敗戦の陣というかさ、うん、もうここまで優勝できないジャイアンツっていうのもなかなか見たことないしね、はい、いやだから、まあ、秋広の出番というのは、うん、怪我によって空いたポジションを埋めていくという、まあ、とりあえずは今のところはそうじゃないかなというような気がする。それはオープン戦でガンガン打ったら別だよ、はい、うん、どうしようか、丸下げてみたいな、うん、レフトにレフトに入れてみようかみたいなことにもなるだろうし、外国人が打たなかったらちょっと入れてみようか、丸ライト行って秋広レフトっていう、うん、秋広選手の守備っていうのは、豊さんは、はい、まあ、バッティングもそうですけど、守備っていうのはどんなふうに見てますか。まあ、外野手っていうのは、あれだけの大柄だからね、走り出したらさ、ストライドが長いから、うんうん、はい、ある程度のスピードに乗ればいけるのかもわかんないけど、やっぱ瞬発系にちょっと弱いなっていうような感じがするよね。だから一瞬前っていう打球に対して、一歩目が遅かったり、まあ、横もそうだけども、はい、やっぱ体幹があれだけでかいと、相当鍛えないと、俊敏な動きってできないと思う。だからそういった面ではちょっと見栄えは損してるよね、うん、去年、まあ、原監督は大抜擢して秋広選手を結構使って3番でも使ってスタメンで、一方で丸選手はなかなか昨シーズン使われなかった、うん、で監督が変わるとやっぱり評価は違うよ、うん、そう、まあ、そうですね、まあ、もうヘッドコーチとこうやってこうやって見てて、うん、なんで起きるのかなって思うのも、まあ、いや一生懸命やらす要素はもちろん使う以上はね、はい、だけど、まだいいのになとか思う節もあったのかもわからないし、はい、うん、だから丸はレギュラーで使っていくでしょ多分。
ですね。まあ、去年がちょっとね使われなかったのが、まあ、状態もねあんまり良くなかったしね、うんうん、まあ、若手秋広が伸びるチャンスもあったし、はい、だからもう内野見てるともうほとんどゼロに近いよね、万全であれば、うん、内野は空いてないですもん、ね、だから外野しかないよ、うん、これ小川はもうライト確定なんですか。いや分かんないよ、競争はさせないんですかね。いや競争というよりもレギュラーとして取ってるわけだから、だから競争も減ったこともない、お前やんなきゃ知らねえぞみたいな、そうか、そんな感じだよ。逆に例えばオドアが調子が上がってこないとかなった場合っていうのは、まあ、ライトに丸選手行ったりレフト誰かその分っていうのも、それは一番手に秋広がいるのか、うん、まあ、それともそういう状態でも2番手にいるのか、うんうんうん、それは分からないけどね。まだあとは結果次第じゃない。だからまあ紅白戦とかオープン戦に入っていくけども、うん、そこら辺の結果とか、はい、まあ、内容だとか、まあ、そういうことによるよね。でセンターはやっぱりその若手萩尾選手だったりとか、はい、ルーキーの佐々木選手でどうにか掴み立ってほしいっていう阿部監督のなんかその促すような思いが、やっぱりね、守備がポイントだな、打つっていうよりも、うん、で他に打つ選手っていうのは結構スタメンで出ていけるからさ、はい、やっぱこれも阿部監督と対談した時に、でベストライナーって言った時に松本ってあげたんだよね。そうでしたね、ジャイアンツのあの松本さんにどれだけ助けられたかって言ってた。だから守備をものすごく重点を置いてると思う。なるほど、そうか、だからやっぱこう阿部監督の中の納得できる守備ができる人だったら使われるだろうね。まさにキャッチャー目線で、いやキャッチャー目線なんだよ、外野手争いなんですね。そう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 、あだから本当に守りがうまいやつ、うん、まあ、そういう人がまあ、外野だから打ってほしいけどね、はい、まずはやっぱりもうとにかく相当な守備範囲と、まあ、キャッチングのうまさ、うん、まあ、こういうものを求めてるよね、うん、多分ね、うん、俺はそう思う。あとあの高橋由伸さんがやっぱそのどうしてもねレフトってそのセンターとかライトに比べてそんなに守備楽なんじゃないかっていうふうに思われがちですけど、楽じゃない、楽じゃない、やっぱそのランナー、かぶってるランナーお腹で送球するのも大変だしとか、あのね外野手はね大変じゃなくても大変だって言うよ。そうなんですか。いやそりゃそうよ、自分も外野手としてさ、いや簡単だって言われると嫌じゃない。確かに。いやだけど俺実際レフトもやったことあるけど、これは難しいよ。それやっぱ難しいっていうのは、例えば三塁ランナーがホームに走ってきた時の当てちゃいけないとか、そのプレークロスプレーだったりとかの送球とか、そういうのもそうなんですか。当てたら痛いだろうなと思うから、そこからラインはそらさないように投げるけど、はい、まあだけどボールの切れ方だよね。あ、それもおっしゃってました。ボールのね、ライトよりも、うんうんうん、なんかレフトの方がボールの切り方がきつい。なんかライン、まあ、取れると思っても、行ったら失敗する時あるんだよ。あのボールのその変化の、取ってくる変化の仕方っていうのも由伸さんおっしゃってて、そう、それはね、やばい。それはやばい。それはやっぱライトと全くちょっと変わってくるんだ。ライトはね、伸びてきてくれる感覚があるんだよね、うんうん、はい、だから追いつけると思ったら追いつくんだよ、うん、こう向こうも合わしにこう伸びてきてくれるから、うんうん、でもねレフトっていうのはね取れると思ったやつがシューンと落ちるんだよ、はい、だからそれはねやっぱ難しかったな。レフトはそのどこに飛んでどこに行かなきゃいけないのかとか、うん、そういうのも落下点ね、はい、落下点も思い描きながら行かなきゃいけない。あとはね球場によってフェンスがあるでしょ、はい、まあ、もちろんどんな球場でもフェンスあるんだけど、うん、その風で戻ってくるのかさ、うん、戻らないのかとかさ、まあ、結構難しいんだよ。そうなん、簡単なポジションなんかないから。ないですよね。だからこれダイレクトで行った方がいいのか、フェンスでこう跳ね返ってきたのを取った方がいいのかとか、まあ、いろいろその判断を問われるよね、うん、まあ、そうですね。そこにやっぱりその丸選手をコンバートで行くっていうのはやっぱりその守備が大事って思ってる阿部監督、うん、ならではというか、まあ、センターを開けたかったのかもわからないし、ね、その若手のためにっていうことですか、うん、だからこれはねちょっとわからないけども、うん、まあ、キャンプ行ったら聞いてくる。あ、そうです、そうです、そうですよね。これからね行かれるのでそのあたりとか、まあでもね内野はねほぼ埋まってる状態ですけども、外野がでも坂本彩人も言ってたけどさ、うん、はい、ショートの打球とサードの打球で比べた時に、うん、サードはいやらしいっつってたな。やっぱラインドライブ来てくるんだよ。ここだっていうのがここに来るからね。そうなんだ。だからサード側、レフトもそうだしサードも大変だっていうこと。いやだから大変なのよ。
そうか、どうしてだってね、お客さんがね、切れてるのが分かんないと思うんだよ。分からない。ほんでね、アンツーカーの境目がどれだけ嫌か、ポジションを取るときに、ここだと思ったら大丈夫だかなとか、いろいろ考えてるから。三塁線上の、ね、守備してる選手ってそういう苦労もあるんだ。いや、ベースに当たるか当たらないかとかさ、はい、見ながらやってるからそれ大変だよ。まあ、大変だけど職業だからね、まあ、大変だ大変だっては言えないけど、はい、だから簡単なポジションはないな。あ、そうですね、そう考えると。だからまあ経験がいるポジションでもあるけど、経験しててもいやらしい打球が飛んでくると、うん、まあ、苦労はするよな。そうです、ね、一番楽なのはセンター。そうなんですか。いや、だから打った瞬間が見えるから。あ、そっか。で、走れば前に突っ込めばいいのか、引くかっていう。あ、ただね、一番やるのはナックルが来るんだよ。あ、こうなんだよ。もうマシンで取られたら回転がなく来るんだよ。これはもうとんでもないところに流れていったりとかするから。あとはセンターの真後ろ。わー、嫌ですね。こっちに腰を切るか、それだけでも違うからね。そうなんですね。一瞬の判断で。だからまあ難しいけどな、どこもな。そうですよね。ただ、まあ、丸の、ね、外野の歴から考えると、うん、まあ、こなしてはくれると思う。よし、まあ、一番安心できるというか確実性ですよね。まあね、キャンプでどういう風になっていくのか、そしてスタメン、開幕見た時に一体レフト誰が守ってるのか。まあ、だから、ね、俺はレフトを守るというのセンターが誰に決まるのかっていうの方が、まあ、丸は丸で行くと思うよ、俺は。レフトで、うん、ただその空いた分だけ誰がセンターを取るんだっていうね、本当に佐々木選手ってことはもちろんあり得るってことも、ね、まあ、もちろんあるし、まあ、萩尾っていうこともあるし、うん、まあ、松原っていうこともあるかもわからないし、あとは、ね、梶谷選手っていうことも、まあ、もちろんありますもんね。だからまあこれは競争だからわからないけどね、はい、楽しみだよね、そこら辺もね、うん、その辺、あの丸選手のレフトのコンバートや、あと外野手争いなんかもぜひ阿部新監督にちょっと豊さん話を伺ってきてください。はい、お願いします。わかりました。